知事公館は都道府県知事が迎賓施設及び住居として利用する施設。知事公邸、知事公社とも、多くの場合、都道府県庁舎の近傍に立地している。知事が公務に使う建物と住居として使う建物を同一敷地に設けていることもある。公務に使う空間では、都道府県外、国外からの品格の応接や、 表彰など重要な都道府県の行事、祭事、会議を行うことがあり、地域の産品を使用した建材や、室内装飾等で地域をアピールすることもある。21世紀初頭現在、知事公社を廃止する動きがあり、FNN の調査によれば2019年9月時点で16都府県には知事公社がない。背景としては、多額の建設、 知事管理費を要するという財政面の問題、知事と県民の意識が近づき民間で十分立派な住宅供給が行われている中で特権的とみなされることへの寄避、通信手段も発展したことにより必ずしも県庁勤房に住む必要がなくなったことなどが挙げられる。2019年8月時点の朝日新聞の調査によれば23道県で知事が知事公社に住居しており、 5府県では県の幹部職員公舎を利用、4県では民間マンションの一室を借り上げ、残る15都府県では自宅を住居としている。他方、災害時などの緊急対応のためには都道府県庁舎付近に住居が必要という考え方もあり、大分県は2019年に災害対応機能を高めることを願目として公舎の移転、新築を行った。ありがとうございます。